ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がジープレネゲードトレイルホーク2018年式1万5000キロこちらの車両になります。可愛くないですか。可愛いですね。そしてさっきもちょっと下見て話が出てましたけど、はい、チャレンジャーですかね僕ら。チャレンジャーですね。チャレンジャーというかやっぱりこうね、はい、幅広く。そうですね。ベントレーからそうですねジープまで僕はそれを思いました。それこそオフロードの車からスーパーカー、はいはい、もう高級車からこういうファミリーカーというか、はいはい、まあ、ちょっとね保険で浅く広くということで、はい、そうですね、お伝えできればと思います、はいはい、でちょっとこの車の立ち位置が僕ちょっと正直別がなかったんで分からなかったんですけど、はい、ジープのエントリーモデルというか、はい、まあ、一番入り口の、はいはい、モデルになるみたいですね。まあ、そうですね、モデルになりますね。でもちろんその一番上というか、はい、本格的なのに、まあ、チェロキーとか、はい、ラングラーとかいて、はい、その下に、まあ、今なくなっちゃいましたけどパストリオットとか、はい、コンパスとか、はい、辺があって、でその下というか、まあ、格帯的にもうちょっと抑えたこと、ね、はい、まあ、入り口のモデルですね。みたいです、はい、でちょっとそれ流れが僕ちょっと分からなかったんで、うん、いろいろ読み物読んだら、はい、なんか市場調査ですごくざっくりと言うとですよ、はい、ジープが好きな人と、ジープっぽいのが好きな人と、こう二手に分かれるなっていう、はいはい、でそこにたどり着いて、まあ、要はそのエントリーのっていう話の流れらしいです、あ、そうなんですね、はい、でこの車自体がジープって言ったらなんか四駆のイメージじゃないですか、もう、はいはい、四輪駆動、はいはい、でまあ、本国はもちろんそれだけじゃないみたいなんですけど、うんうんうん、この車に関しては基本 FF なんですよね、うん、そうですね、はい、でこの上のコンパスとかも FF があったりとか、はいはいはい、だからいわゆるなんかこうジープイコール四駆っていう感じじゃなくって、はいはい、まあ、割とそのジープっぽいのが好きな人、うんうんうん、そうですね、に対してもちゃんと受けるように、はいはい、でグレードはいくつかあって、はい、まあ、ベースのグレードと、うん、あとはちょっと内装だったりだとか、うんうん、豪華で、機能装備が充実したリミテッド、うん、はいはい、であとは今回ご紹介させていただくのが、はい、ぽいのと言いつつ、はい、可能な限りこうオフロード性能をアップさせてるモデルなんですね。モデルです、はい、でちょっともう一個ややこしいのが、はい、2019年にマイナーチェンジしてるんですよね、はいはい、でちょっと衣装が変わったりとか、はいはい、内容が変わったりとかしてるんで、うん、はい、まあ、ちょっとその辺なんかも含めて今回ご紹介させていただけたらなと思います、はい、でまずサイズ感、はい、ちっちゃくないですか。そうですね、小さいですね。これ僕調べたら、うん、ミニのクロスオーバーよりちっちゃいんですよね。小さいです、はい、でプラットフォームはあれですよね、フィアットのあれと同じですね。チンク X、はい、チンクエチェントの X と同じで、同じで、はい、結構時々街でなんかでも見かけますけど。見かけますね、はい、フィアットクライスラーグループですから、うん、まあ、同じそのプラットフォームを使って使ってますね、まあ、違う感じですよね、はい、これ本当に作ってるのがイタリアなんで、それもいろいろ調べた、調べたんですか。調べました、はい、チンクに関してはイタリアで作ってるみたいです、はいはい、ただこの車に関してはいろんな世界の工場で作ってるっていうふうに、南米の方で作ってたりとか、それあとですね、最初デビューした時はイタリアで作ってた。そうなんですか。そうです、そうです。そこからいろいろ中国の方でもなんか工場を建てたりとか、はいはい、なって、初期ロットに関してはイタリア生産、イタリア生産でしたよ最初デビューした時は、はい、しました。いやいやいや、こちらこそ。あ、そうなんですね、はい、なのでちょっとそのイタリアを感じるところそうです、ね、はい、もしかしたらあるかもしれないですね、見ていきたいと思います、はい、でまずその外観、やっぱりこのジープといえば、はい、この7個の、はい、このグリルの、そうですね、これじゃないですか。ここは印象的ですからね、はい、これがなんかセブンスロット、はい、もう定番なんですよねこれ、ええ、で結構いろんな似たデザインの四駆の車とかっていうのもあるんですけど、うん、これジープってずっと変わってないんですよね、これは、うん、変わってないですね、はい、でこれとなんか丸いライトで、はい、もう全然知らない人が見ても、はいはい、あ、ジープなんだな、はい、もしくはなんかジープの派生モデルなんだなって分かる、うんうんうん、このフェイス良くないですか、はい、もうここはね絶対揺るがせてはいけないところですからね、はい、そしてこのなんかサイズ感と、はい、この絶対ジープって分かるこの前回り、はいはい、この組み合わせめっちゃ可愛いなと思って。そうですね、レネゲードってね最初見た時ね、なんだろうなっていう感じがするんですけど、よく見てくるとやっぱりすごい味が出てくる車ですよね、はい、そしてなんかもうこのサイズ感だったりもなんかこう街乗りするのにすごくいいなと思ったんですよ。あ、そうですね、ちょっと寸法をご紹介させていただきたいんですけど、うん、4260、うん、幅が1805、前後の方が1725ということで、うん、これがトレイルホークなんでちょっと車高が、そうですね、はい、20センチ高い、あ、2センチか、20センチじゃないですね、20ミリから30ミリぐらい、そうですね、はい、ちょっと高くなってますけど、幅に至ったらだってほぼ1800ですよ。そうですね、どこでも行けるじゃないですか。
どこでもそうですね、はい、高さだけクリアできれば立中 OK ですからね。 OK ですよね。 OK ですね。だから都内のちょっと狭い道だったりなんかも、うん、全然取り回しもいいんじゃないかな。そうですね、はいはい。でももちろんその軽自動車っていうもっとちっちゃいカテゴリーありますけど、うんうん、やっぱりそのいろんなものがこう省かれちゃうじゃないですか。そうですね、はい、そんな中でこのサイズ感と、はい、この外観の可愛さっていうのはすごくポイント高いんじゃないかと、はい、で今回ご紹介させていただくのがトレイルホークってことで、あのバンパーの衣装なんかも他モデルと違うんですよね、うんはい、そうですね。ちょっとスポーティーというか、はい、まあ、フォグの位置がなんかちょっと違ったりとか、うん、あと前期後期で結構顔つき違うんですよね。そうですね、一番大きな違いはヘッドライトの違いですね、はい、まあ、フル LED 化されたりとか、はい、まあ、あとはちょっとそのいろんなところの衣装の色とか形とか。そうですね、だから中古車市場でいくとまだそっちの後期型ってまだあんまり出てないので、まあ、こっちが一応今まだメインの市場にはなってると思いますね、はい、そしてあとはこのボンネットの、はい、このデカールなんかもちょっとオフっぽさ演出してるパーツですけど、はいはい、この辺なんかも、トレイルホーク専用の、はい、デカールなんですよね、はい、うん、東京店でご紹介させていただいた FJ クルーザーも確かこんな感じで、うんうん、あ、そうなんですか、ボンネットに、はいはい、それ純正で入ってる、なんとも言えないですね、はい、けどなんかちょっとボンネットにこう、はい、ザラザラのデカールってなんかちょっとオフロードっぽいなと、はい、うん、はい、そしてあとは横回っていきましょうか、はい、やっぱりあのジープ北米メインとして、はい、やってるところなんでマーカーがついてたりとか、うん、はい、まあ、ちょっとその点灯するしないは日本の保安基準があるんでありますよね。そうですね、はい、はい、そしてあとは足元が、一応ベースグレード以外は17インチということで、はい、ちょっとこれ、タイヤは変えません？ちょっとね、はい、うん、さっきもちょこっと話しましたけど、ちょっといじると全然雰囲気変わる。そうですね、お車ですよね、はい、多分あのオンロード本当に街乗りするんだったら、うんうん、普通のこういうコンフォートタイヤいいと思うんですけど、うんうんうん、あのせっかくなんで僕はちょっともう少し、うん、はい、ゴツゴツまではいかないにしても、はいはい、オールテレンぐらいはちょっと履きたいなと、はいはいはい、まあ、いけることならマットテレンぐらい履いちゃいたいので。そうですね、はい、うん、そしたらなんかこのサイズで、うん、なんかちょっともうオフっぽいタイヤ履いて、うん、めっちゃかっこよくないですか、うん、これいじっちゃうかな。いじりますかちょっとそれはねちょっとお声かけいただけなかったらちょっと検討しましょう。要相談で、はいはい、こんな足元になってて、はい、で一応ショックの方が、専用のものになってて、はい、これバネもなんか違うみたいですね、はい、だからもう単純にその何ていうんですか、車高が上がってるんで、はいはい、この長いバネかなと思ったら、うん、巻き数なんかも買ってるらしいですよ。あ、そうなんですか、そこまで買ってるんですか、うん、他のってあの5巻きらしいんですけど、はいはい、あの6巻きになってて、はい、巻き方も全然変わってる、はい、足回りのそのセッティングも全然違うんです、はい、うん、でちょっと後ろも見ていきますけど基本的に前後ストラット、うん、で、まあ、その辺は多分コストだったりとか、はいはい、まあ、サイズ感なんかも考えてそういう足回りみたいなんですけど、後ろに関してはこの車だけちょっと特殊な足回りの構造になってるんですよね、このなってるんですよ、このグレードだけ。そうです、ちょっとそれは後々ちょっとチェックしてみたいと思います、はい、あとはこの大型のフェンダーアーチ良くないですか、はいはい、いつもだったらちょっと塗りましょうとか、うん、この素地パーツがちょっと、うん、そっけないですねなんて言いますけど、この車のキャラクターと、キャラクターですね、はい、なんかちょっとこう高級感演出してる車じゃないじゃないですか、うんうん、グレード的にもそうだし、うんうん、これいいかなと。だからちょっと手入れ大変なんですよね、ザラザラのパーツって。そうですね、まあ、ワックスはねもう 要注意ですね、はい、だと紫外線で結構劣化してきちゃうんですよね、シマシマが出てきたりとか、うんね、白くなっちゃったりとか、はいはい、ただあと手入れするあの溶剤なんかもあるんですよね、うん、ミニなんかもあの樹脂フェンダーじゃないですか、うん、だから定番なのはワコーズなの。そうですね、ハードコート。でもこれさ、あの黒にさ塗ったらかっこよくないですか、はい、逆に。まあいいですねそれは覆しちゃいました、すみません、はいはい、まあ、黒つや、はい、つやありの黒なんかもいいかもしれないです、はいはいはい、そしてあとは、ミラーのこのキャップなんかがモデルグレードによってちょっと色が違ったりとか、はいはい、ちょっとあの車のサイズにしたらちょっと大ぶりな感じ、はい、この辺なんかもすごくいいなって僕思っちゃうんですよね、はい、そしてあのルーフレールなんかもしっかりついてて、ね、はい、一応ねここのエンブレムをちょっとね触れて通り過ぎちゃいましたけど、こちらのトレイルレイテッド、これがなんかあの特殊なやつしかついてないんですか。そうですね、その山脈というかそこを、ね、がクリアしたスペックじゃないとそう入らないっていう風に聞きました。なるほど、じゃあこれなんちゃってじゃないんだぞってことなんですね。そう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 、はい、他のグレードだとついてないわけですもんね。他のグレード4駆じゃないからついてます。ですよね、はいはい、FF モデルにはついてないわけです、ね、はい、ついてます。だからもうなんちゃってじゃなくて、ちゃんとその走れるオフロード性能も備えてますよってことますよっていう証明ですね、はい、そしてあとはこの辺なんか今回この朱色というか、はい、ちょっと鮮やかというかちょっとくすんだ粉中が、うんうん、この車のカラーなんですよね。ですね、ただ内装なんかにもいろいろこれが使われてたりとか、はい、ちょっとまずレネゲードっていうのが僕全然
純日本人なんで、うん、ネイティブでも何でもないんで、はい、意味が分かんなかったんですけど、これ意味知ってます小島さん？分かんないです。反逆者っていう意味らしいですよ。あ、そうなんだ、はい、この可愛いルックスで名前が反逆者、反逆者でしょ、はい、どういう意味なんだろうね。反逆なんじゃないですか、いろいろ。そうなのかな、いろいろ逆らってんじゃないですか。なんかさっきのね、あの作るコンセプトのイメージからしたらね、皆さん入り口こちらですよどうぞっていう感じで、そうですね、そうですね、入ってくる割には反逆者なんですか。入り口の車は反逆者っていうらしいですよ。まあまあそこはね、はい、で、あとはその全体的なそのデザインのモチーフとしてるのが、はい、なんかそのアメリカ の, その軍隊が使う、ええ、あのガソリンの蛍光管、はいはいはい、わかります、ええ、あの四駆の車の後ろにこうくっついてたりとか、はいはい、この辺にくっついてたりする、はいはい、あのバッテンの、はいはい、あれをなんかモチーフにしてるらしいですね。じゃあそこが今から後ろに行くテールに生きてるわけですね、はい、と思うじゃないですか、はい、ヘッドライトもよく見るとバッテンになってるんですよ、はい、あ、本当だ。そうなんですよ。いろいろそのバッテンのところとかがモチーフにされてるらしいです、はい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 、あ、そうなんですね、はい、だとちょっとこれインサートで差し込みたいですけど、あの遊び心がすごいんですよね、フロントガラスの端っこのところにジープのあの、はい、ああね、あれはちょっと可愛いですね、はい、マスコットみたいなことですね、はいはい、これ車の中もそうなってるんですけど、はい、ありますね、ちょっとこの遊び心もこの満載な感じがすごく車のキャラクターに合ってるなと、はいはい、そしてあとは短いですよね。やっぱりちょっとなんかあの前回ご紹介させていただいた車がちょっとボルボのその割と大きい車だったっていうのもあって、すごく短く感じちゃいます、うん、でちょっと気になる居住性なんかは中でチェックしてみたいと思います、はいはい、そしてあと後ろも同じように、はい、でちょっとこの後ろ触れておきたいのは、あのベースモデルもしくはリミテッドと違って、まずロッドが、はい、あのなんていうんですか、鉄板こう折り曲げたアームじゃなくて、うん、はい、あのチューブの、はい、パイプ の, あのアームになるんですよ、はい、フロントがリアです。あれリアでね、リアね、はい、わかります。普通 の, あの割と安価な車なんかに使われてるアームの形状で、うんうん、こう鉄板こう折り曲げただけのコの字のこうアームじゃないですか、なんですよ、はいはい、通常のモデル、はいはい、でこの、トレイルホークだけは、はい、チューブのパイプのアームになるんですよ、でなおかつリアにスタビライザーがつくということで、はいはい、見たら結構径は細いやつなんですけど、はいはいはい、だからちょっとあの走りの部分に関してはもうまるで違う風になってるみたいです、うん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 、それによって何になるんですか。でちゃんと後ろの剛性感がちゃんと出てる、ちゃんと出てる、はい、そういうことですね、はい、そしてその後ろのスタビライザーなんかもついてるんで、うん、まあ、ちゃんと車の制御ができるっていう、うん、できるですね、はい、まあ、四駆っていうキャラクターも多分あると思うんですけど、だと四駆になってることに結構重いですよね。重たいです、はいはい、100キロから150キロぐらい通常モデルで重くなってるってことで、はいはい、本当にあのそこ全く必要としてない方には、うん、もう全くいらないところなんですけど、うん、ちゃんとこうしっかり作ってある、うん、エントリーモデルでも、うん、あのこのトレイルホークに関してはなんていうんですか、これジープっぽいのが好きな人に向いてるかもしれないですけど、ね、ジープが好きな人にもちゃんと受け入れられるようにちゃんと車作ってるなっていう、はいはい、そこの幅のちょっとこう寄ってる側の方の車ですよねってことですね。そんなのすごく感じました、はい、そして後ろに行くと先ほどちょっとデザインのところでも触れたその X、はい、X というかまあバッテンになってる、はい、これなんかちょっと特徴的なテールランプ、うん、この辺もちょっと前期後期でデザイン印象が違ったりするんですよね。そうですね、若干違いますね、はい、この辺があったりとかで、これもよく見ると、うん、このセブンスロットのグリルとヘッドライトがこう真ん中にデザインされてるんですよ、うん、あ、そういうことね、ここね、はい、これラングラーとかでもいろんなところにこのデザイン入ってたじゃないですか、はいはいはい、これ可愛くないですか、うん、でも結構ジープってそういうとこちょっとこうなんか憎いよね、うん、やるなっていうところはね、なんかミニにもなんか通じるところあるんですよね、うんうん、この遊び心って。そう、ね、ミニもなんかテールランプの中にこうちっちゃく見に行ったりするとかするじゃないですか、うん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 、なんかこんなのがあったりとか。そう、ねはい、ミッキー探してるみたいだね。あ、そうです、隠れミッキー的な隠れミッキーだよね、はい、うん、そんな感じでしょう、はいはい、でちょっとあの大ぶりなトランクというかルーフスポイラーがついてて、はい、あとはこっちにトレイルホークの、うん、これエンブレムでかくないですか。そうね、なんか比率的にすっごい大きいなと思ってます、うんうん、こんなのがついてて、であと後ろのリアバンパーに関しては、まあ、フロント同様こう樹脂のちょっと 割とこう大ぶりな、はいはい、ちょっとあのごつい感じのバンパーで、でこれが最初から出てるんですよ、はい、すごくないですか。これでもなんかちょっとおしゃれ感で作ってる感じしません？でもちゃんと性能あると思いますけど、ちゃんと引っ張れるやつですね。引っ張れるやつですね、はいはい、まあ、塗ってるんで、うん、まあ、ちょっとこのおしゃれ要素も多分あるんでしょうけど、うん、しっかり使えるやつと、うん、そして下を覗くとさっき触れてた、うん、これですよ、
アームがちゃんとパイプになってるんですよ。ご覧ください。よいしょ。ああそういうことね。このアームです。うん、ローアームが、ね。こっちも、うん。そしてスタビもちゃんとついてる。うんうん、でオンクランでまあデフもあって、はい、はい。こんな感じのエクステリアになっております。はい。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、トランクはもうすごくスタンダードな。はい。はい、でこのリリースだけ電動で、はい、あと全部手動ですよね、はい。はい。こんな感じ でトランクは。高さはなんか意外にないんですね、うん、なんかフロアちょっと高い感じは。ただ奥行き結構ありますね。そうですね、はいはい、そして下はあスペアタイヤなんですね、はい、割と最近あの修理キットなんかもいやいやいやアドベンチャーですからオフロード、はい、アドベンチャー、まあ、まあそうですね、はい、ということでスペアタイヤがあったりとか、はい、そして、まあ、ちょっと入らなそうですけど念のためゴルフバッグなんか参考に、はい、ちょっと厳しいですよね、はい、バッグは厳しいですけど。そしてリミテッドとこのモデルに関してはシートが424で、はいはい、倒せるということで424って言うんですよね。これ64の真ん中もトランクスルーになるって感じですよね、うんうん、そうですね、はい、倒せるってことで、はい、倒していただければ割と確保できるのかなと、はいはい、こんな感じのトランクになっててで横にちょっとネットがあったりとか、まあ、このサイズ感だったら十分じゃないですか。そうですね、はい、街乗りとか普段使い買い物とか、はいはい、すごく良さそうな感じがします、うん、あ発見いたしました隠れミッキーを。あ隠れミッキー隠れミッキーじゃないです、はい、隠れジープを発見いたしました、はい、こんなところにもあるみたいです、はい、あの芸が細かすぎて、うん、なんか伝わらないモノマネみたいになっちゃってますよ。何がいやなんかもう探すとこがあそうそうそうね、はい、ここにあのジープだなんて言ってたら、はい、ここの奥のそうねこれ分かりますかね。これねでもねなんかね嬉しいよねちょっと見つけると雪男がここにこう、はい、いるっていう分かんなくないですかこれ、うん、これいいねこれいいっすね。これじゃ正面から見たらどうなのかな。いやあの中暗すぎて見えないんですよ。あ見えないんだ。だから中から多分照明たけば多分見えると思うんですけど。すごいね、僕なんか汚れてんのかなと思ったんです最初そしたらそうじゃなくて、雪男がいや、はい、他のものも探したくなるよねちょっとね。そうですね、まあ、いろいろありそう。これなんだろう。わからないですもん。わからないね、わかんないね、はい、ちょっとあの紹介がてら、はい、あの発見したらちょっと報告したいと思います、はい、じゃあ続いてちょっと急行のところ、はい、これスタンダードなこの外を押して開けるタイプなんですか、はい、蓋がない、はいやつなんですね、はい、スーパーカーみたいな、はいはい、これなんかモデルとあれによってちょっと蓋があるやつもあったり。あそうですね、はい、まあ、この辺がこれあれですかね、入り口ちっちゃいやつじゃないですか、はいはい、こう気をつけないとやばいやつですか。そんなことないですか。あそんなことないと思いますよ。なんかフェラーリなんかだという、はい、強引に入れると壊れちゃって、はい、壊れちゃって、はい、交換がすごくえらい高くつくなんていうのを聞いたことあります、はい、それは大丈夫だと思います。大丈夫ですか、まあ、大丈夫です、はい、こんな感じの急行になっております。 あとあれですね、はい、嬉しいレギュラーです。あなるほど、今ちょっとガソリン高いですから、ね、めちゃめちゃガソリン、昨日ガソリンスタンド行ったのびっくりしちゃいましたね、あの80円台を経験している僕らからすると、うんうん、もう信じられない信じない信じない、そうです、はい、確かにその辺ちょっとレギュラーっていうのはいいかもしれないです、いいかもしれないですね、はいはい、あと強いて言えばこの辺にちょっと隠れミッキー的なものがあったらもうだからっていう隠れミッキーだけになっちゃってるじゃん。もうちょっと給油するためにこうちょっとニヤッとできるじゃないですか。そうそうです、はいはい、こんな感じの傾向になっております、はい。じゃあ続いて内装を見てみたいんですけど、その前に先ほどちょっと触れたそのフロントガラスのジープがこのこっち側ですね、この端っこにこれラングラーなんかでも似たのありましたね。ありますね、はい、こんな感じでデザインされてると。ちょっと車一周全部ガラスチェックしたくなっちゃう。そうですね、はい、こんな感じになっております。ラングラーとかにホイールにも入ってたもんね。そうですね、はい、そして、当然のスマートキーなんかもついてて、開けるとこんな感じで割とドア重たいですね、はい、なんかすごくしっかりしてる感があります、うん。そして内装の方がグレードによってかなり分かれるところで、まあ、ベースのグレードロンジチュードとトレイルホークとリミテッドで分かると、はい、で一応リミテッドだけレザーなんですね。そうですね、今回の車はトレイルホーク、はい、まあ、要はオフロードのちょっと特化したモデルなんで、はい、もうファブリックの、ただこれもファブリックも普通のファブリックじゃなくてプレミアムファブリックシートって言ってちょっとデザイン性の高い、はいはい、シートになってると。ちょっとあの迷彩っぽくなってるんですか、背中と座面が迷彩なんですかね、なんですかね。どうなん、いやでも地図でしょこれ。地図なんですか、迷彩じゃないですか。ここにあの距離とかなんか書いてるでしょ、4000いくつとかなんとかとかって書いてなかった。そういうことですか、標高地図ですか、標高地図じゃない、ここにこっちに
標高4000とか4200とか標高ちょっと、ね、あ、じゃあ標高地図ですね、はい、いや僕あのブックの入れ物が迷彩じゃないですか、うんうん、この車、まあはい、ちょっとインサートに差し込みたいと思いますけど、はい、だから迷彩だと思ったら違うんですね。そうです、標高です、標高地図なんですね、はい、だこういうのもなんかそう、ね、ちょっとね楽しいですね、隠れ引き要素になってますよね。そして背中にこうトレイルフォークの刺繍が入ってたりとか、あとステアリングの方も、一応テクノレザーステアリング、これがあの合皮ですよね、はい、このステアリングになってると。であとはもう全体的にはもう何ていうんですか、本当にこう超高級っていう感じは全くしない、うん、本当にこう日常使いに特化した、はいはい、シンプルな作りですね。シンプルな、はい、そうですよね。ただなんかデザインだったりだとか、うん、ちょっとこの赤も効いてますよね、うん、そうですね、はい、ちょっとあのおしゃれになってるし、で遊び心も忘れないデザインになってると。であとは機能的なものが、まあ、正直最新のその新しい高年式の高級車に比べちゃうと、はい、あの同等のものがついているとはまあ決して言えないんですけれども、うんうん、必要にして十分ないろんなその安全装備だったりとか、ね、はい、便利機能もついているみたいなんで、ちょっと中で見てみたいと思います。割と高さはありますね、僕の膝ぐらいでしょうか、短い、はいはい、まあ、ちょっと男性の方とかであれば、ただ女性の方だと結構大股開かないと乗れないかなっていう感じはします。ただここの高さってそんなに高すぎないんで、ここは割といいのかなと。で全体的にはやっぱりちょっと高いですね。高いですか、視線は、はいはい、結構あの四駆の車乗ってますっていう感じはします、はいはい、そしてシートはあの正直いきますね、うん、あのホールドはかなりないです、うん、そうですね。そして沈み込みも割と浅いです、はい、どっちかってあの国産コンパクト的な、はい、ちょっとあのそうですね、はい、椅子っていう感じのシートな感じですね、硬、うん、い、ちょっと硬いですよね、はい、クッションも割と固めです、はい、で背中はちょっとここだけサポートが出てる感じですね、うん、そして調整に関してはトレイルホークに関しては手動のシックスウェイ、はいはい、ですよね、はい、はい、で助手席の方がフォーウェイ、はい、要は高さ調整がついてない、うん、高さ前後とリクライニングだけ、そうです、はい、運転席だけ一応高さ調整もついてる、はい、あ、高いと思ったらだいぶ上げてあるんじゃないですかこれシート、はい、だいぶ上がってました。ということは逆に言うとだいぶ上げられるってことですね、これ。そうです、はい、調整の幅は割と同じぐらいでしょ。あ、下げられるってことですかね、うん、下げられるってことですね。いや超上がりますよこれ、本当だ、はい、あ、これじゃあ女性もいいですよね。そうですね、はい、信じられないぐらい上がりましたよ、はい、でもでやっぱりその男性女性乗るのをやっぱ考えてるからやっぱり高く乗らない。ああ、多分いろんな体型だったりだとか、はいはい、の方に多分調整できるようになってるんじゃないかな、はい、そしてスタイリングはこんな感じで、一応、普通の ACC じゃない、はい、クルーズコントロールがついていくと、はい、そしてこっちが、こっちの画面の、はいはい、操作ですね、はい、であとはメーターはシンプルなアナログのタイプ、はい、これは味になっております、はい、そして一応オンにしましょうか。ここなんですねボタン、ボタンそこですね、はい、ここでキーがいくかと思っていきゃここはボタンっていうボタンですね、はいはい、そしてまたメーターに戻ると一応どんぐらいですかね、割とインチはちっちゃいですけど、はい、インフォメーションがあって今ドア開いちゃってるんであれですけど、ここでいろいろ表示が、はい、できると。こんな感じで、はい、ビークルインフォなんかも、あ、空気圧なんかもあれなんです ね、 出ますね、細かく出るんですね、はい、ETC カードが挿入され、はい、これはじゃあスピーカーから喋ったってことは純正の ETC ですね、はいはい、こんな感じで割と細かく、はい、ミッションの温度とか、うん、はい、オイル、でも走りに特化してる部分があるからね、そこら辺は。そうですね、はい、あの四駆の車がこう傾いてますとかっていうのは出せないですけど、はい、割と情報量は多いかなと、はいはい、こんな感じのメーターになってます、はい、結構メーター奥行きありますね、うん、なんかちょっとあの見やすそう、うん、はい、外が明るくても視認性が良さそうです、はい、そしてこっちのナビ周りに行くと一応あの年式によってナビが何種類か、はいはい、あるんですよね。ありますし、オプションだったりするのでこの辺は、はいはい、で最初はもう5インチのめっちゃちっちゃいのがついてて、はいはい、3種類あって、これ一番でっかいやつですね、はい、8.4 インチの、はい、でここのナビの変更がその車の外装のマイナーチェンジと一致してないんですよね。一致してないです、はい、こことあとここのここです。あ、なるほど、エアコン周りがクライメート関係が、はい、なるほど、前期中期
今の現行という3種類になってますね。でいわゆる今回の車は中期に該当するよう になります、ね。はい、内装のこの辺が新しくって、エンジンの方は前期タイプの NA のエンジンが付いてるタイプになるみたいです、はい、で一応このナビがいいんですね。意外に失礼でしたね、意外っていうの、うん、はい、なんかもうちょっと独特なのを想像したんですよ僕、はいはいはい、特にイタリア系だと結構独特なのあるじゃないですか、はいはいはい、それ意外、いや意外、はい、割とメディアなんかも地デジもついてるし、はいはい、地デジも途中から標準だったんですよね。そうですね、はいはい、ついてたりとかだとナビなんかも、はい、なんか全然ちょっとタブレットと変わらないって言ったら言い過ぎかもしれないですけど、はい、全然この反応もいいし、はいはい、表示も分かりやすい、まあ、ちょっと輸入車独特のなんか見づらいなっていう感じはないです、ね、はい、ないです。そして今回の車はカープレイも、はいはい、対応しているナビゲーションということで、はい、まあ、カープレイ使えばメディア関係ナビ関係多分ほとんど困らないと思うんですよ、うん、そうですね、はいはい、この辺なんか使えるナビになっております、はい、そしてあとエアコンは一応デュアルゾーン、はい、でこっちでもエアコン操作できるんですね。こうです、あ、失礼しました、はいはい、こっちのナビ画面の方でもエアコン表示が、はいはい、できるんで調整できると。でシンクロなんかもついてるんでかなり使いやすいかなと、はい、いや反応いいっすね。反応いいっすね、はい、なんかタッチもこうあれあれっていうの結構あるじゃないですか、はいはいはい、ないですね、こういう感じです、はい、なっております。そして装備的には、レーンの逸脱の警告だったりなんかもついてたり、はい、あとこれスクリーンオフはそのままスクリーンオフですよね、はいはい、ついてたりします。でパーキングが一応後ろだけついてるってことで、はい、この辺がオンオフもできるようになっております。そしてやってまいりました、はいはい、これが、トレイルホークだけの、はいはい、四駆だけの、装備ということで、はい、モード切り替えとここに出ますね、はいはい、サンド、マット、ロック、こんな感じで、はい、路面のそのミューに応じていろいろできちゃう、はい、できますね、はいはい、これ多分ほとんどの方が触らないまんま、ゲレンデのあのデフロックと一緒で、そうですね、はい、触らないまんまっていうことですけど、はい、これがなんちゃってじゃないですよね、もちろん、はいはい、でもまあオートにしといてもらえればなるほどなるほどなるほど、全部対応できると思うのでこんな感じになってて、で一応ヒルディセントでしたっけ、はい、一速がめちゃくちゃギア比低いらしいですよ、はい、あそう20対1ぐらいって言ったかな、あ20対1、20.1 ぐらいでしたかな、でも超低速走行ができるみたいです、うんうん、でも逆にそうしないとダメだよね。そうっす、うん、だからすごくこう路面ビューが低いところとか、うんうん、あとその岩場みたいなところとか、うんうん、坂道こう急なとこ下るときとかは、うん、ガチンコで使えるやつみたいです、ガチンコですね、はい、その辺なんかももちろんついてるみたいです、はい、そしてあとこっち側は USB と AUX、はい、シガーソケットと小物入れになってて、シフトはもう土定番の、はいはい、感じでございます、はい、こっちの後ろ側のボタン押す感じですね、はいはい、そしてあとはパーキングは電動で、はいはい、そして、トラクションコントロールなんかもついてて、はい、ドリンクホルダーなんかも、はい、これなんすか、なんか物入れじゃない、僕の iPad とかをこう、うん、はい、失礼しました、はい、そしてアームレストの中は割と深いこんな感じになっております、はい、ここはねちょっとね物申したいんだな、なんでですか、結構そうっすね、ガタガタなんだよ、確かにちょっと国産とかちょっと軽自動車っぽいっす、ちょっとここだけはねちょっと残念っぽい、確かにここの剛性もちょっと欲しかったっすね、うん、大丈夫かな、どっか外れてるのかなと思うぐらいね、確かに確かにアームレスト使っても少しちょっと剛性足んない感じしますね、うん、これ確かにこれはちょっと、はい、なんとかしたいポイントです、うん、なんともならないです、ね、なんでもならないそしてグローブボックスは、はいはい、ちょっと割と奥行きがある感じ で、ね、で ETC が、はい、2.0 入ってますね、入ってる感じですね、はい、そしてペダル行っていいですか、はい、発見しました×、はいはいはい、これが一応ステンのステンかなアルミかな、はい、カバーが全部ついてて、あここも隠れジープがいるじゃないですか、どここの下にブレーキとアクセルいるんですよ、すごく分かりづらいんですけどこれあとちょっと確認してください、動画で、うんはい、降りました、降りました、はい、降りました、でペダルレイアウトに関しては若干中央向いてますね、やっぱり、あ多分これ右ハンドル左ハンドルの関係もあるんだと思うんですけど、はいはいはい、でラングラーっていうかジープ全般、はい、ちょっと右にすると、うん、右ハンドルにすると右足の方がやっぱりタイトになっちゃうんですよね、うんうん、ラングラーってもうこのそうですね、はいはい、フットレストすらないじゃないですか、うんうんうん、でまあ今回の車ありますけどちょっと半分ぐらいしか使えない、うん、全体的にこう少し中央に寄ってる感じは印象を受けます、うん、ただ運転しづらい感じはしないです、うんはい、
一応アクセルのスペースも十分取れてますし、ブレーキもまあ若干左に寄ってるかなっていう感じになって、こんな感じの。ちょっと試乗とね、また、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、そして上に行くと、これピラーあれなんですね、プラスチックなんですね。プラスチックですね、はい、僕以前ラングラーの動画でもちょっとお話ししたんですけど、はい、実はその新車のナビゲーションをつける仕事をしまして、もうすごく懐かしい感じというか、感じがね、はいはい、ラングラーといえばこの色の、はい、このプラスチックのピラーという、はいはい、そしてグリップなんかも、はい、バイザーフェチって言っちゃうんですけど、ここはもう言いません。そうですね、はい、ここはね、はい、今回はね、車の車格的にも、はいはい、これでガンガン使いやすい感じかなと、はい、あと今回の車は、まあ、レーダー探知機は多分いらないと思うんですけど、うん、ドライブレコーダーはついてない車になるんで、うん、まあ、早めにご相談いただければ、うん、そうですね、はいはい、いいんじゃないかなと思います。もういいの、隠れミッキーで、はい、ネタ作りだから。発見いたしました、ドアの、はい、スピーカーの枠にも、はい、隠れジープを発見いたしました。はい、これちょっとテンション上がりますね。そうですね、はい、こんな感じ。 あとちなみに、はい、ここちょっと待ってください、僕降りますね。ここ、まあ、いや、はい、全然あれですよ、便利なのか、はい、そこ収納あるんですか。いいですね、はい、これ多分トレイフォークだけじゃないかな、このシートだけだった気がします。あ、ちょっとこれすいません、諸説あります。はいはいはい、はい、これなるほど。じゃあ本当になんかすごくファミリーカーっていうか、はい、デイリーユースすごく考えられてますね。そうですね、はい、ちょっと便利に使えそうです。よし、よし、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席僕意外に広いなと思ったんですけど。そうですね、広いですね、まあ、高さは、まあ、もちろん私168ですけど、身長が全然高さ上あります。高さがあるからですかね、なんか全然こう圧迫感ない。いやでもなんか、うん、そんなに結構ゆったり座っても全然普通に座っても大丈夫ですね。まあ、シートは前よりもちょっとホールド感ない気がします。なるほど、はい、椅子って感じですか。椅子って感じ。調整もできないんですよね。調整もできないですね。うん、できないですね。まあ、ちょっとスペースはありますけどちょっとタイトな感じ、うん、まあでもここ倒してもらって、はい、ここにドリンクホルダーがあって、まあ、ここはちょっと抜けちゃってますけどね、はい、逆にトランクスルーとして トランクスルーとして使えると、使えるという感じで。で、エアコンは吹き出しだけでしたっけ。エアコンは何もないです。風が出る要素はないんですか。ないですね、はい、足元だけですか。じゃあ足元もないですか。足元もない。足元もないんですか、はい、だいぶ省かれてますね。じゃあでもこの空間だからそんなに、まあ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 、まあ、じゃないかなと思いますけどね、はい、こんな感じのリアシートになっております、うん、まあ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 ですね、まあ、お子さんだったり家族で乗るには全然十分だと思います。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンが前期後期でだいぶガラッと変わったということで、はい、そうですね、はい、で今回ご紹介させていただいているお車が前期型ということで、はい、まあ、書いてありますけど、はい、2.4 リッター、はい、マルチエア、はいはい、で馬力の方が175馬力、トルクが 23.5 キロ、はい、でこれちなみになんですけど、後期になると、まあ同じく4気筒なんですけれども、1.3 リッターのターボになると、はい、ほぼ半分じゃないですか。半分ですね。これすごい衝撃なんですけど、まあダウンサイズですね、はい、これちょっとアメ車というかアメリカ生産のこのメーカーでも、うん、このやっぱり流れは変わらないんですね。変わらないんでしょうね。だちょっとこれもちろんそのいろんな読みも読んだら、後期の方がやっぱりターボらしいなんかパンチのある走りとかっていうのを見たんですけど、やっぱりトルクの出方がターボと NA でだいぶ違うので、まあ、ちょっとこの辺乗り味なんかはそうですね、本当は比較できればいいんですけど、はい、ちょっとできないんで、はい、今回ちょっとこっちだけになっちゃうんですけど、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。 2.4 だったらもうこの 車格というか、はい、重量でいったら全然十分な感じじゃないかなっていう。そうですね、実際乗ってもらって土初でしょうからね、どういう風に感想をいただけるかちょっと楽しみですね。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、でそしてこの組み合わせるミッションの方が、一応このトレイルホーク以外は、6DCT、はい、でこのトレイルホークだけはなんと急速オートマということで。そうですね、はい、まあ、ほぼ日本 の路面状況というか、はいはい、交通事情だと、はい、後半使わないんじゃないかっていうふうに書いてあるのが良かったんですけど、はい、でも意外に入りますよ。あ、本当ですか。意外に入ります。はい、まあ、多段化されていると割とこう燃費だったりだとか、はい、まあ、乗り味の部分なんかもかなり、うん、改善につながると思いますので、ちょっとこの後乗ってみたいと思います。はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。
参りましょう。はい、はい、今日はあのトリビアはないです。トリビアないないです。ないです。ないです。でちょっと今気づいたんですけど、はい、あのパワーウィンドウがリアオートじゃないんですよこれ。ほら。あ、そうなんだ。だ結構こう装備に関してはちょっとあの国を変えると、はい、あれって思うところはあるかもしれないです。うん、最近もうなんか国産車みんなフルパワーじゃないですか。いやでもよね、ゲレンデだってオートじゃないじゃない。あれゲレンデオートじゃないでしたっけ。オートじゃないですよ、はい、あそうでしたっけ、はい、現行も、まあ、現行は現行じゃない、あの前方はね、あ先代ですよね、はい、そうそう、オートにするキットとかつけたじゃん。そうそうそう、はい、ちょっとそんなところもありつつ、はい、あと思ったんですけどちょっとシート高めで乗りたいですよねこれ。そうですか、はい、結構下げると結構下まで下がっちゃうんで、はい、参、はい、りましょう。まあね、アメリカ人でかいですからね。そうですね、いやこれちょっと買い物車にいいなと思って、あのこれ僕がちょっとメインカーで買うかって言ったら買わないですよ、うん、はい、僕はもうあのマニュアルのちょっと走りが楽しめる車って決めてるんで、はい、メインの車は、はいはい、でも結構そのなんていうんですかね、はい、僕たち車を仕入れたり、はい、店頭に並べるときって、はい、ちょっとその買っていただけるじゃないかなってお客様をイメージするんですよ、はいはい、こういう方でこういう方が乗ってくれていただいたらいいんじゃないかなっていうのが、はい、これすごいね幅広くイメージできるんですよ。ああ、はい、なるほど。だからまあね、あの東北の方でちょっと雪があって四駆だけどちょっと、あそうですね、四駆だったら変わったのより乗りたいかなっていう方でもいいと思いますし、確かに四駆だったらあの埼玉より上の方の地方でも、うん、地方でもいいですね、全然大丈夫ですしね、はい、でも結構その、なんていうんですかね、あのいろんなさまざま、なんていうか、はい、休みの日は、はい、結構そのなんてオフロードとかちょっと走ったりとか、はい、キャンプ行ったりとかって方にもいいと思いますし、はい、確かにで昼、まあね、日常は奥さんが買い物車で使ってもいいと思います、はいはい、いやこれ買い物にめっちゃいいと思いますよ、サイズ感もそうだし、うん、はい、で乗った感じどうですか。乗った感じはですね、はい、なんともコメントがしづらいです、うん、うわーっていう感じももちろんないし、うん、はい、足回りもこうなんていうんですか、もうこう路面に吸い付くような感じじゃなくって、うん、もうトコトコ走ってる感じです、うん、はい、こういうで、まあ、車高が上がってるのもあるんですけど少しこう、うん、こうなる感じは感じます、うん、はい、でもちろんその運転しててこう特にオンロード運転して楽しい車かっていうとちょっと否だと思うんですよ、うん、はい、多分ただその、はい、この表現が合ってるか分かんないですけど普通ですよね。普通です、はい、ただ本当にいい意味でも普通です。そうそうそう、はい、いいポイントをちょっと僕なんかないかなと思って調べたんですけど、うん、あのまあアメ車っていうのもあると思うんですけど、うん、クラッシュテストこれ満点なんですよ。お、そうなんだ。はい、五つ星なんですよ。へえ。アメ車全般ちょっと安全基準厳しいからか、うん、ちょっとそのあれですよね。車が頑丈っていうか、うん、モノコックだけどすげえ頑丈に作ってあるっていろいろ書いてありましたよ、やっぱり。うんうん、はい、これ倒すとスポーツモード？マニュアルモードか。はい、マニュアルもできるんですね。ちょっとじゃあマニュアルでちょっとキビキビ走りたいと思います。で今モードは普通のオートです、ね、はい、普通です。普通ですね。いやこれでうわーって言ったら嘘つきじゃないですかそれ、うん、まあね、はい、だってそれはだって僕たちって、はい、まあなんていうのかな、食べ物で言ったら車としたらすごい高級な料理を食べてて、はい、そうですね、はい、食べさせていただく機会の方が多いですからね。多いから、はい、やっぱその上っていかないんだけど、はい、その振り幅がね、やっぱり分かってるから、はい、普通って言ったらいいってことですからね、はいはい、いやでも車的にはめっちゃ優秀ですよ、うん、本当にこれ。ていうか急速だからどんどん入っていっちゃいますよ、ね。いやこれ本当に足にいいな、うん、そしてもうあの幅のちっちゃさが、うん、運転しててめっちゃ分かります、うん、ボンネット四角いから、うん、右乗りやすいですね、はい、うん、でフロントガラスも結構こう立ってて高さがあるんで、うん、いいかもしれないです。だブレーキとかちょっとステアリングフィールとかは、うん、うーんそうですね、本当になんか国産車になんか近い気がするですね、うん、なんかこうすごくしっとりしてる感じもないし、うんうんうん、ブレーキもなんかこう一定のこう動力でこう、うん、均一かっていうと、うん、割と最初グッと効いて、うん、じわじわじわって感じですね、うん、はい、足元の広さはどうですか。右
運転するとこうペダルレイアウトは気にならないですね。なんないですか、うん、ただフットレストちっちゃいのはやっぱりこう、うん、左足のちょっと落ち着きが少しないのは感じます、うん、助手席多分ね女性の方乗られるんだったら、うん、座布団いるかもしれないですね。あ、腰のところ、はい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 、ここ腰のところがやっぱちょっと浮きがあるかな、はい、なるほど、よくいらっしゃるじゃないですか、やっぱり入れてらっしゃる方とか、それはちょっとあった方が腰には優しいかもしれない。ちょっと切り替えようがないですよね。うん、はい、そうですね。ちょっと試すところがあればよかったんですけど、ちょっと試せないんで、うん、本気のね、はい、本気のね、ご了承ください。それもあのちょっと商品車なんで、もし万が一ね、そうですね、西部警察しちゃったら大変ですよ。いや、いいな。これメーターもよく見たらあれなんじゃないですか、ちょっとこうなんていうんですか、メカメカしいデザインになってて、レッドゾーンがだってなんかあのスプラトゥーンみたいになってますよ。 あ、この音あれっすね、あれの音じゃないですか、これフィアットの音じゃないですか、違うのかな。あでもその感じしますね、うん、ちょっと中のこのダッシュボードの中で響いてる感じ、うん、だ長距離移動する車じゃないと思うんですよね、うんうん、だ街乗りと、うんまあ、たまにキャンプ行ったりとか、うんうんうんまあ、山行ったり海行ったり、うん、めちゃくちゃ遠くにこう GT カーみたいになんか長距離移動して楽ちんで快適でっていうよりかは、うんうん、なんか荷物こうラフに積んで、うんはい、ちょっとオールマイティーに楽しめる、そうですね、そうですね、ファミリーカーみたいな、はい、そんな感じがします。で必要な装備、その、まあ、ブラインドだったりもそうだし、はいはい、後ろにあのバックで出てった時に、はい、車が横切ったりした時に警告する機能なんかも、はいはい、ついてて欲しい、その辺の機能は大体ついてますしね、はいはい、あとカメラに関してはバックカメラだけですけど、うん、一応あのステアリング連動の、はいまあ、出てくるし、まあ、だからちょっとこのおしゃれさと、うん、ちょっとこのヨンク性能と、うんはい、じゃないですか。ちょっとね変わった、うん、人とちょっとその、うん、ちょっと変わった感じのお車をチョイスしたいって方には、はい、おすすめと、いい車だと思います。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。じゃあ最後になりますけども、はい、あの結構輸入車、ヨーロッパ車をご紹介させていただく機会が、はいはい、多いですけれども、はい、今回みたいにこう、まあ、アメ車というか、まあ、ジープとかね、アメリカのメーカーの車でも、はいまあ、あと国産車なんかも、そうですね、まあ、国産車は、まあ、店頭並べることはそんなにないですけど、まあ、レクサスなんかもありますけどね、はい、でも今結構他の店舗でラングラーとか結構販売させていただいたりしますので、僕はこういう特別なというか特殊というか、まあ、珍しいお車買い取らせていただきましたので、まあ、ぜひぜひ、その辺結構面白い車ありますからね。ありますからね、はい、ぜひちょっと機会があったら、はい、店舗に並べていただいて、はい、紹介させていただきたいと思います、はい、というわけで今回はジープレネゲードトレイルホークをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。